ちょっとお前がストップとか最初言わない。言っていいっすか、展開覚えてなかった。一回ここで、亮が間に入って、間にいい位置とか、いい位置でターンしてくれて、でここの亮に食いついた裏のスペースっていうのを自分はずっと狙っていたので、そこをまずつけたっていうのが一つポイントかなと思います。ストップ。もうここでシーンが抜けた時点で、僕はこう後ろから全速力でもうニアの方に走っていって、もう最後クロス、もうそこに出してくれっていうメッセージで思いっきり走り込みました。じゃあそこにシーンが出してくれたんで、うまいこと決めれました。スーパーボールでしたね。スーパーボールでしたね。スーパーボール。そこしかないってとこをピンポイントで合わせてくれたんで。フォワードが欲しいとか、フォワードは分かるんで。ほんまに。ありがとうございます。はい。次節も。次節を決めます。頑張ります。頑張ります。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあそこ、解説受け。まずは2点目のモテ君のゴールですね。いいっすか。はい。あー、まあストップですね。あー、ちょ、あー細かいっすね、はい、まず、まあ、壁、相手の壁セットした時点で、まあ、相手がちょっと左利き内君のことを警戒してたので、その壁の高さにしてたので、逆に僕の方がチャンスかなと思って、内君も蹴りたがってましたけど、まあ、ここはチャンスだと思って、まあ、僕行きますって言って蹴りました。これ前節からのつながりはようなくて、まあ、前節同じような位置で内君が蹴って、まあ、僕結構後悔してたので、ね、同じ位置でフリーキックがあったので、まあ、蹴って決めれてよかったです。スーパーでした。ありがとうございます。俺のすか、はい、これか。まずここで力くんがその僕の動き出しを見逃さずに、こう相手がいる中でもしっかり出してくれたっていうのが僕的には良かったのと、ここで落ち着いてワンタッチで相手がいないところにトラップできて、まあここでスライディング組むのも見えてたんで、ただあとはもう、まあ、ゴールも見てないしキーパーも見てないんで、感覚でまあ、ここら辺にゴールあるかなっていうので右足振り抜けました。すごいですね。聞いてなかったか。素晴らしいです。すごいですね。すごいですね。あ、でも嬉しかったですね。まあ、最近ね、なかなか途中からの出場っていうのが多くて、まあ、悔しい思いもしてたんで、まあ、チーム勝たせる1点取れて本当に良かったなと思います。ありがとうございます。はい、ぜひも頼みます。頑張ります。頑張ります。お疲れ様でした。お疲れ様です。